カカラムシカラムムシシ、カラムシ、カラムシ、学名、某アメディアニベアバリエーション。ニッパナニバは、イラクサメイラクサ科の多年生植物。南アジアから日本を含む東アジア地域まで広く分布し、古くから植物繊維を取るために栽培されたため、文献上の別名が多く、チョ、チョマオ,マチョマオ、ちょま、青お山やまちょ、やまお、まお、ちょま、まお、など。 また、う、しらの、は、しソロひうじ、ヒウジ、ぐさ、カラソともいう。古代日本においては、おという表記もある。茎はまっすぐに立つか、やや斜めに伸びて高さ1から1.5メートルに達する。葉の大きさは、最大15センチメートルほどで、円に細かい挙子、ギザギザがあり、艶がない。若葉は細かいシワがあり、縮んだ状態である。 葉の裏側は細かい綿毛が密生していて白く、ふとしたことで葉が裏返ると白く目立つ。葉は茎に誤生し、根元に近い葉ほど大きく、傭兵も長くなる。花は8月から10月にかけて咲き、傭兵の根元に小さな花が棒状につく。尾花と雌花があるが私由同種で、雌花が株の上の方につく。風によって花粉を運ぶ、風媒花で、 鮮やかな花びらもなくあまり目立たないが、カラム虫が多い地域では、花粉症の原因ともなる。林の周辺や道端、石垣などの、やや湿った地面を好む。地下茎を伸ばしながら繁茂するので、群落を作ることが多い。刈り取りにも強く、地下茎を取り除かなければ、すぐに生えてくる。地上部の高さは1メートルほどだが、半日陰で刈り取りがない環境では、 秋までに高さ二メートルに達し、株の根元付近が目下する。地上部は寒さに弱く、霜が降りると葉を黒褐色にしおれさせ枯れてしゅうが、地下系は生き残って、翌春には再び群落を形成する。細い茎は葉と共に枯れてしまうが、太い茎は冬を乗り越え、春に新芽を吹く。日本本土では、カラムシが普通だが、変異が多い。和名をカラムシとするものを、 独立種とする扱いもあり、その場合の学名は、B ニッパナニバゴズである。しかし、日本本土産のものは、真の自生ではなく、栽培遺出の可能性も示唆されており、現在では、南蛮カラムシの変種とする扱いが普通である。葉の裏面が緑色のものがあり、これを青カラムシフォアマコンコロールキートムという。沖縄では、葉の里面が白いが、綿毛がないものが多く、 これ2のカラムシ、B ニベアバリエーション、ベラダラ初島の名が与えられているが、現在はこれを認めているところを見ない。ン名ア種の南蛮カラムシ、B ニベアバリエーション、ニベアは早葉平に荒い毛があり、また茎はより木質化して、高く伸びる。熱帯アジア原産で、沖縄には普通に見られるが、これも持ち込まれた可能性が示唆される。同様に繊維を取るために栽培される。 さらに大きいラミー、ラミエ、学名、ビーニベアバリエーション、キャンディキャンズも、この種に含まれる。なお、北村、村田はカラムシをマオと共に、南蛮カラムシの別名としており、カラムシの和名には、草間をあけて,ている。今でこそしつこい雑草として嫌われる場合もあるが、茎の皮から取れる、人皮繊維は、麻などと同じく非常に丈夫である。イサオ、 うん取り出した繊維を紡いで糸とする他に、旧刀、あざなって、紐や縄にし、また粗く組んで網や魚網に用い、京、縦糸と抜き、横糸を置き、折って布にすれば、衣類や紙としても幅広く利用でき。分布域では、自生種の他に、6000年前から人の手により、栽培されてきた。日本において、現在自生しているカラムシは、 有志以前から繊維用に栽培されてきたものが野生化した不み禅貴植物であった可能性が指摘されている。古代日本では朝廷や豪族が、部民、専門の職業集団として、糸を作るための尾身べ、布を織るための木、織部、わとりべ、わとり、はっとりを置いていたことが見え、日本初期、自童天皇7年、693年上によれば、 天皇が御事のりを発して役人が民に栽培を奨励すべき草木の一つとして、著カラム虫が挙げられている。中世の越後国は日本一のカラム虫の産地だったため、戦国大名として有名な上杉謙信は衣類の原料として、青素座を通じて京都などに積極的に売り出し、莫大な利益を上げた。新潟県の魚沼地方で、 江戸時代から織られていた伝統的な織物、越後地ちじはこれで織られていた。また、上杉氏の店舗先であった、では国米沢藩では、藩の収入源の一つでった。このため、唐虫の潜売化をめぐり、法歴十年、年、1760年のアオソ騒動や、文化四年、1807年のアオソ一件が起こる。なお、老いた町法産の唐虫を、米沢唐虫という、 このほか、江戸時代の有名な産地に、道の区国会津や出羽国最上地方があった。国の重要無形文化財に指定されている、おじやちじみ、越後ご情の原料であり、福島県藍津地方の昭和村で栽培され、本州唯一の産地となっている。現在ではブラジルなどでもカラムシ、または栽培種のラミーを栽培している。刈り取りに強いことから、条件が合えば、 年に六回収穫できる。また、子供の文化として、葉を服にくっつける遊びや、片手に葉を乗せて、強く叩き、破裂音と共に葉を破く遊びがある。カラムシを食草とし、集まる、昆虫類には、以下のようなものがいる。これらは、カラムシが繁茂する夏から秋にかけてよく見られる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。